はい、どうも、チャータネです。今日はですね、ゴールデンウィークもそろそろ中盤戦ということで、まあ自宅でまったり過ごしているって方もですね、結構多いと思うんですけども、2024年1月から4月までの間で発売された、まあ、ガジェットの中で、で、これは面白いなと思った製品とかを、まあピックアップしていこうということで、まあ今年の前半戦に出てきた、まあ、ガジェットの中でも特に良かったものですね、この辺をですね、振り返る形で、まあ、紹介していこうと思います。まあいわゆるこのガジェットの総集編みたいな形で、まあ、楽しんでいただけるようにいくつか製品ですねピックアップしました。まあ、レビューした後もですね継続的に、まあ、日常的に使っていたりとか、まあ、愛用している率が高い製品ですね、この辺をピックアップしてみたので、よければ参考にしてみてください。それでは行きましょう。はい、ということですね、今回まずピックアップしたのが、こちらですね。まあこちらもですね、もう何度か紹介しておりまして、まあ結構ですね、紹介している方も多いので、見たことあるっていう人もですね、増えてきてると思いますが、これマグテームっていうところの USB-C のケーブルですね。で、これがまあ今年ですね、出始めたっていうことで、うちもね、購入して使ってるんですけども、やっぱりこちらはですね、このケーブルにこのマグネットが入っているということで、まあ本当この綺麗な形でまとまるんですよ。なのであのケーブルはごちゃごちゃ絡まらないっていうところがねすごい気に入ってます。でしかもですね、まあ、このくらいでまとめておくとですね、あのスチール製品にバチッとくっつくんですよね。あの磁力自体はそんなに強くはないんですけども、例えば冷蔵庫だったりとかそういったところにもですねつきますし、こちらスチールの有効ボードとかもですね使ってるので、そこにですねバチッとくっつけて、まあ、収納しておくっていうことができます。であとはですねガジェットポーチとかに入れて持ち運ぶ時も、あの変にこの他のねものに絡まったりとかしなくて、まあ、すごくスマートに持ち運べるっていうところで非常にこれ気に入ってます。うちはですねこれ3本購入してですね今運用しているというところです。まあ、結構ねこれ購入された方もね多いと思うんですけども、まあ、なかなかいい製品だと思います。はい、では続きまして紹介していくのがこちらですね、これがですねナッシングフォン 2A ですね、こちらが今年ですね登場となりまして、まあ今年の、今前半戦の中でコスパのいいスマホといえばやっぱりナッシングフォン 2A になってくるのかなと思います。まあやっぱりですね、ポイントはスペックの割に価格が安いっていうところですね。非常にコスパがいいです。あの、まあもちろんハイエンドスマホと比べると、パフォーマンスは多少ね、劣るところはありますが、まあとは言っても、まあ本当日常的にですね、使っていく分には全くこのね、不満を感じるようなことがないくらいの、まあ、ちょうどいいスペックが入ってます。で、カメラに関しては、むしろこの価格帯だったらかなり強い方じゃないかっていうぐらい、強力なですね、50メガピクセルの、まあ、超広角と広角カメラがついてますというところですね。で、あとはですね、背面のデザインに関しては、まあ、賛否両論があるんですが、まあ、個人的にはね、結構可愛いなと思うんですけど、まず背面はナッシングらしいですね、スケルトンデザインになってるというところと、まあ、しっかりと機能が割り当てられている、まあ、グリフインターフェースっていうことで、あの光るんですね。ただ光るだけじゃなくて、まあ、カウントダウンタイマーになったりとか、音量のボリュームを表示できたりとか、まあ、いろんな機能を割り当てすることができる、背面になってます。あとはナッシングのホーム画面に関してもすごくね UI がですねかっこよかったりするので、まあ、シンプルスタイリッシュなデザインが好きな方には結構刺さるんじゃないかなと思います。で、今回ですねナッシングフォン 2A が、まあ、推しのポイントはですねやっぱりこのフェリカ対応なんですね。まあ、日本国内ナッシングのスマホとして初のフェリカ対応したことによって、あのまあいよいよですね地下鉄だったりとか、まあ、JR だったりとか通勤通学で、まあ、普通にこのスマホでピッと改札を通れるようになるっていうことで、まあ、これもですねやっぱりナッシングとしては非常にね大きな進歩なんじゃないかなと思います。一応価格がですね 49,800 円からということで、ミドルクラスぐらいの価格になるんですけども、その中でもやっぱり5万円切ってるっていうところが非常に強いところかなと思います。ということで、2つ目紹介したのがナッシングフォン 2A でした。コスパがいいスマホですね。はい、で続きまして紹介していくのが、こちらですね。もう動画で何回紹介するんだいっていう感じなんですけども、まあ Galaxy S24 Ultra ですね、これに関してもやっぱりね今年の前半を代表するようなスマートフォンの一つになっていると思います。あのやっぱりこちらですねハイエンドスマホなので非常に価格はね高いです。まあ、20万円前後っていう価格になります。容量次第ですねっていうところで高額ではありながらも、やっぱり今回ですねこのフレームですね、チタンフレームが採用されたりとか、このフラットディスプレイが採用されたりとか、この反射が少ないこのガラスが採用されたりとかですね、結構このハードウェア的にですね良くなった進歩がたくさんあります。でカメラに関してもですね、現状のこの Android スマートフォンの中でも
まあ、トップクラスにね、位置するような、しっかりと高性能なカメラが入っています。まあ、スペックでもう他を圧倒してるような、ね、感じですよね。で、あと今年はですね、Galaxy AI ということで、まあ、AI 機能がもりもり入っているので、まあ、自動通訳とか、この翻訳だったりとか、ボイスレコーダーでの文字起こしだったりとか、要約とかですね、いろんな機能ですね、この使うことができます。個人的には結構面白いなと思ってるのが、AI で写真をね、編集する機能なんですね。これカフェでですね、ちょっと撮影してみた、まあ、コーヒーカップなんですけども、ちょっと角度微妙だなっていう時に、まあ、角度を調整して、足りない部分をですね、補完したこういうね、写真を作ったりとかできるんですね。まあ、鉛筆マークをタップしてですね、で、生成 AI のボタンをタップして、で、角度をですね、こう調整していくんですね。はい、こっちかな。はい、こんな感じで調整していくと、本来であればですね、この角度を調整すると、まあ、画面として足りない部分が出ちゃうんですけども、まあ、そこをですね、画像を塗りつぶすっていう形で、まあ、生成 AI を使ってですね、画像を補完して足りない部分を補正しつつですね、まあ、ちょっと画像をですね、編集していくことなんかできます。はい、変わりましたね。元画像と比べると、はい、こんな感じで違う写真になりますよと。まあ、結構これが面白くて、まあ、いろんな画像をですね、この AI でちょっとね、編集しながら最近遊んだりしてるんですけども、まあ、そういったまあ使い方もできます。あとまあ S ペンが入ってますので、やっぱり気軽にね、こうメモ取ったりとかね、できますっていうところで、この S ペンが内蔵されてるのも、Galaxy のこのウルトラシリーズのですね、特徴ですよね。はい、ということで、Galaxy の S24 ウルトラ、こちらも今年のですね、代表的なスマホの一つかなと思います。はい、では続きまして紹介していくのが、こちらですね。こちらがですね、このアビオット TW1PNK ことピアフォン8でございます。で、こちらはですね、今年のこの完全ワイヤレスイヤホンの中でも結構推しのイヤホンですね。2万円以下っていうですね、まあ、ちょうどいい価格帯なんですよ。まあ、高すぎず安すぎずくらいの価格帯に抑えてあるっていうところですね。なので、まあ、非常に手を出しやすいと。にもかかわらず、このピアフォン8はですね、このハイエンドを超える機能性が入ってます。まず、マルチポイントに対応していたりとか、もちろんノイズキャンセリングとか外音取り込みも対応していて、まあ、非常に利便性も高いです。で、LDAC に対応していて、ハイレゾオーディオワイヤレスで音楽を楽しむこともできますというところですね。に加えてですね、ハイエンドのモデルに入っていないワイヤレス充電にも対応してます。で、まあ、機能性がバリバリ高くなったピアフォンなんですけど、まあ、正直ですね、まあ、1万円台なんですけど、その価格以上の音質を楽しめます。まあ、本当もうハイエンドに匹敵するレベルまで来てるくらいのですね、非常にこの高解像度でメリハリのあるサウンドを、まあ、楽しめるようになってます。まあ、広域はすごくクリアだし、低域はですね、すごく迫力があってですね、重低音も楽しめるんですよね。なので、まあ、日常使いのこのイヤホンとしてもですね、非常に優れてると思います。で、バッテリー持ちに関してもかなり強くて、まあ、ハイエンドのピアフォン7以上の、イヤホン単体でのバッテリー持ちとかもあったりとか、まあ、気になるなっていうふうに、ね、言われるようなところをですね、とことん潰してきてるイヤホンになっていますので、今回ですね、ピックアップさせていただきました。正直今のところ2万円以下ぐらいの価格帯で、おすすめするイヤホンとしてはですね、ピアフォン8、非常におすすめのモデルとなります。はい、では続きまして紹介していくのがこちらです。こちらがですね、BOSE のですね、これウルトラオープンイヤーバッツっていう BOSE 初のオープン型のワイヤレスイヤホンとなってます。で、これも正直かなり気に入っていましてですね、レビューした後もですね、結構使ってます。まあ、イヤホンの形状がまあこのような形で、要はですね、耳をまあくるくるっと挟むような形でまあ装着ができるイヤホンになります。耳を塞がずに使えるイヤホンなので、まあ、非常に開放的に使えます。もちろん周囲の環境音とか人の話し声も普通に入ってきますので、まあ、日常生活で装着しながら、まあ、BGM を流したりとか、あとワークアウトに使ったりとかですね、そういった用途で非常に使えるというところ。まあ、快適な装着感なんですけども、音質もかなり良くて、BOSE らしいですね、非常にパワフルで、まあ、深みのある音質になっています。で、あと BOSE のこのワイヤレスイヤホンって言ったら、ノイキャンがめちゃくちゃ強いイメージですよね。で、こちらはもちろんノイキャンは入っていないんですけども、まあ、BOSE 特有のノイズキャンセリングの技術を、この音漏れを少なくする方向に振ってるんですね。なのでオープンイヤー型のイヤホンなのに、音漏れがですね、限りなく少ないというところもポイントです。なので、まあ、開放的な装着感で音質もいいのに、まあ、音漏れもですね、あんまり気にすることなく使うことができるイヤホンになっています。はい、ということで、BOSE ウルトラオープンイヤーバッツですね、こちらをピックアップしてみました。はい、ということで、オーディオ関係最後ですね、こちらです。こちらですね、ゼンハイザーから今年ですね、登場となりました。ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス4でございます。いや、これもね、待望のですね、ゼンハイザーの新型フラグシップのワイヤレスイヤホンとして今年新登場となりました。で、今回ももちろんですね、トップクラスの音質、まあ、非常に解像感が高いですね、繊細なサウンドになってます。
で、ゼンハイザーのサウンドに関してはこのジャンルを選ばずに楽しめる非常にバランスのいいサウンドになってますので、まあ、とりあえずこれを持っておけば、まあ、普段聴かないような楽曲とかも含めて、まあ、最高の音質で楽しむことができると。で、今回ですねノイズキャンセリングとか外音取り込み機能に関してもこのメーカー史上最高レベルのものが入っていて、まあ、ノイキャン非常に強力です。もう中途半端なノイキャンとかではなくて業界の中でも結構ですね上位に入ってくるくらいのノイズキャンセリング性能ありますし、まあ、外音取り込みも非常に自然になっています。なので日常使いも非常に快適に使える。でさらにもちろん機能性ですね、マルチポイントとかワイヤレス充電も可能になってます。まあ、その他ゼンハイザーはですね BTD600 っていうですね USB アダプターを別で販売してますが、まあ、それを使うことで、まあ、例えば iPhone とかですねこの AptX Adaptive に対応していないデバイスでも、まあ、AptX Adaptive の接続ができたりしますので、まあ、そういったところもゼンハイザー独自のこのエコシステムみたいなところをですねしっかりと構築しているところもいいところかなと思います。でゼンハイザー前のモデルがですねちょっとバッテリーの問題を抱えていたようなんですけども、まあ、当然ちゃ当然なんですけど今のところね問題なく普通に快適に使えてます。バッテリーも普通にあります。充電もできてます。はい、では続きまして充電関係で今年良かった製品としていくつか紹介していきます。まず一つがですねこれなんですよね。これが本当に意外や意外っていうところなんですけども、これマジェットフォールドチャージっていうですね、まあ、折りたたみ式のこれワイヤレス充電器になってます。はい、なのでまあ畳んでる状態だと、まあ、非常にコンパクト、まあ、スリムな状態になります。なのでこれワイヤレス充電器なんですけども普通に持ち運びもできちゃうぐらいですね。なんでまあ外出先とかで、他の充電器は必要になるんですが、まあ、iPhone とか Apple Watch の充電で、ね、使いたいっていう時に使えます。これ 3-in-1 の充電器になっていますので、なんとここ背面にですねアプローチの充電部分を出すことができて、この上にアプローチを乗せて充電することもできます。その他メインのね充電に関しては、はい、こんな感じでしっかりとかなり強力な磁力で iPhone をこのワイヤレス充電できるようになっています。でこれ磁力かなり強力っていうところもあって、まあ、充電器としてだけではなくて、まあ、普通にこのスマホスタンドとしても使えるし、まあ、iPhone でこう自撮りするときにですね使うなんていうことも、できちゃいます。まあ、結構ですねいろんな用途で使えるっていうことでこのマジェットフォールドチャージですね気に入っております。はい、で一応こちらですね最近話題の C2 には対応していないんですが、一応 15W のワイヤレス充電には対応しておりまして、なおかつですね Android スマホにですね 15W で充電できます。まあ、そこに関してはメリットでもあるのかなと思います。はい、続きまして紹介していくのがこちらでございます。はい、これもですね今年ねかなり盛り上がった製品ですね。こちらがアンカーパワーバンクっていうですねこれモバイルバッテリーになっています。こちらポイントがいくつかあるんですけど、まず一つがビルトイン USB-C っていうことで、こちらにですね USB-C ケーブルが内蔵されています。まあ、こんな感じで止めておくこともできまして、要は内蔵されている USB-C ケーブルで、まあ、デバイスをですね充電することができるので、ケーブルを持ち歩かなくてもこれ単体で持っておくだけで、いつでもね、スマホとかカメラとか、そういったものを充電することができます。で毎回ケーブルを別で持ち歩く必要がないですよと。まあ、これによってもすでに何回も助けられてます。そしてですねこのボタンがついてまして、このボタンを押すとですね残りのバッテリー残量が表示されます。ちょっと残りね少なくなっちゃったんですけど、これ直前にね外出先で使ったばっかりだからですね。でこれ本体をじゃあ充電するときどうするのっていうと、はい、こちらにですね内蔵のプラグもついておりますので、まあ、これをですねコンセントにブスッと挿すだけで本体を充電することができます。もちろんこの本体を充電した状態で、この USB-C を使って何かデバイスをですね充電することもできます。でその場合はですねデバイスの充電が優先されまして、デバイスの充電が完了したら次に本体が充電されていくっていう形の流れになります。とりあえずカバンにこれだけあればですね外出先でちょっとね緊急でこのスマホとか、まあ、カメラのバッテリーがやばいっていう時に、まあ、すぐ充電できるので、この保険的にこれを持っとくっていうのは非常に安心感強いと思います。容量が 5000mAh でモバイルバッテリーとしては 22.5W の出力ですね。でプラグに接続して USB 充電器として使う時は 30W の出力に対応しております。まあ、結構早く充電ができます。であとですね USB-C の端子もねついてますので、まあ、普通に手持ちのケーブルを使ってですねこちら USB-C から充電をしていくってことも可能です。まあ、必ずしもこの
このね、付属の、ね、ケーブルを使わなくても大丈夫です。ということで、アンカーパワーバンクですね。こちらを紹介してみました。はい。では続きましてですね、今度撮影関係なんですけども、今回使ってるこちらのマイクですね、Shure のですね、MV7 Plus っていうですね、Shure の、まあ、非常に人気なですね、このダイナミックマイク、こちらの新型が今年登場しまして、もう普段からですね、かなり愛用して使ってます。まあ、YouTube のこの動画撮影でも使えるし、ナレーションの吹き込みとか、まあ、ポッドキャストとかですね、まあ、配信で使ったりとか、いろんな用途で使えるマイクになっています。こういったダイナミックマイクっていうのは、このマイクがある近くの音を集中的に拾うっていうことで、まあ、環境音とかですね、ノイズとかは比較的拾いにくいです。なんですけど、それに加えてですね、今回は、リアルタイムデノイザーっていうことで、まあ、ノイズをリアルタイムでカットしてくれる、まあ、要はね、ノイズキャンセリングみたいな機能も入ってるんですね。で、これによって、まあ、エアコンとかがついてる時に、そういった音をですね、うまく処理してカットしつつ、まあ、声をクリアに収録することができるので、まあ、うちはですね、まだギリギリエアコンつけてないんですけど、もうそろそろエアコンね、つけようかなっていう時期になってきてて、ちょっと暑いんですよね。なので、まあ、そういった時も、その環境音とかですね、気にせず収録することができます。で、こちらですね、USB-C と XLR の接続、両方いけます。というか、前のモデルがですね、マイクロ USB だったので、USB-C になったっていうところも一つの魅力です。で、USB-C でパソコンにですね、接続をして、まあ、専用のアプリを使って、この音声のカスタムとかもできます。このマイクと口との距離って、まあ、ちょいちょいこう変わったりとかですね、すると思うんですが、まあ、オートレベルモードが強化されているおかげで、まあ、特にこの音量の設定、まあ、原因の調整とかは何も知ってないんですけども、まあ、その状態でも、まあ、距離とかこの発生している音量に応じて、まあ、最適な原因調整を行ってくれるので、まあ、失敗が限りなく少ないのと、後編集の必要が少ないっていうところですね。まあ、このあたりも気に入っているところです。であとはですね、LED のタッチパネルがついておりまして、この光り方をカスタムしたりとか、タッチパネルを使ってこのミュートにしたりとかですね、そういった操作も可能になっています。ということで、Shure の人気シリーズのこの MV7 の新型ということで、今年レビューしたんですけども、まあ、非常に完成度が高くてですね、まあ、レビューした後も普通に愛用している製品の一つです。はい、では続きまして紹介していくのが、こちらですね。これがですね、DJI マイク2ですね。まあ、こちらも結構浸透していてですね、使ってるって方もね、多いと思うんですけど、実はこれ登場したの今年なんですね。ということで DJI マイク2ですね、今年登場して、まあ、結構ですね、使用頻度高いです。まあ、正直いろんなワイヤレスマイクをですね、使い分けしてたりとか、まあ、使い比べをしながらですね、まあ、日々運用してるんですけども、登場頻度としてはかなり高めかなと思います。こちらですね、マイク単体で収録ができるので、カメラと接続を気にせず、とりあえずバックアップ的にですね、ここにつけといて、この本体にね、音を録音しておくっていう風にすれば、まあ、後から編集でこのバックアップのね、音をですね、取り出して使うこともできるので、まあ、いざという時にすごく機動力高く使いやすいです。で、しかも32ビットフロートに今回対応したので、まあ、音割れしないっていうところですね。ここもね、すごく気に入ってるところです。で、あとはですね、レシーバー経由でですね、まあ、カメラとかに装着ももちろんできるんですけど、Bluetooth で接続できるんですよ。特に DJI の Osmo Pocket 3とかに Bluetooth で接続できるので、その場合は本当にもう、ケーブルレスでこのマイクとカメラがあればですね、もうそれだけでこのね、首元の音収録できるんで、めちゃくちゃね、これ便利です。あと最近ですね、DJI から DJI マイク2カメラアダプターっていう製品が出まして、これを使うとですね、ソニーのミラーレスカメラに、ケーブルレスでデジタル接続できたりとかしますということで、やっぱりワイヤレスマイクでこの利便性高く使っていくってなると、やっぱり DJI めちゃめちゃ強いなっていうふうには、やっぱり思ってます。はい、ということで今回のですね、2024年1月から4月までの神ガジェットということで紹介していきましたが、最後に紹介していくのは、こちらですね、先日発売されました、Insta360X4 でございます。普段使いしている状態のまんまですね、お見せしてるんですけども、まあ、最近はこちらのケージを使ってですね、まあ、運用してます。これを使うとですね、この外部マイクとかをですね、この辺に装着したりとかできるので、まあ、利便性が高いんですね。で、下側にはミニ三脚をつけて運用しています。まあ、アクセサリー動画も紹介してるんですけども、見えない自撮り棒とかを使って、この高さを出してですね、撮影してもね、面白いんですけど、手持ちでですね、気軽に撮影するんだったら、やっぱりこのね、ミニ三脚とかに装着してあげると結構使い
やすいです。やっぱり今回のインスタ360X4 はこの 8K30fps 対応で画質が超良くなりました。解像感がぐっと上がったのでリフレーミングをして 4K 動画にした時にこの普通のアクションカメラに負けないくらいの画質になってくれたので、まあ、本当の意味で全方向ね、何も意識せずに撮っとくだけで、まあ、後編集でどうにでもなっちゃうような撮影ができるんですね。なので撮影時に何も考えなくて済むっていうところ、ここはねやっぱり気楽に使えるポイントです。まあ、その分ですね、どうしてもこの編集の手間はね入るんですけど、まあ、アプリで簡単に編集できるし、パソコンの方でも専用のソフトの方で割と簡単に編集できるので、まあ、手間はそこまで多くはないかなっていうふうには思ってます。あと 5.7K60fps 対応ということで、これもね前モデル 5.7K30fps だったので、よりね、フレームレートの方が上がりました。で画質もフレームレートも上がって、マイク品質も良くなって内蔵マイクでも結構いい音でですね、収録できたりしますので、外部マイクを使わずに気軽に運用するのもありかと思います。まあ、何よりですねこの360度カメラで撮っておけば全方向を撮っておけるので失敗が少ないっていうところがポイントですね。このゴールデンウィークですね、まあ、いろんなところにですね旅行とか、お出かけする方も多いと思うんですが、まあ、これをね持っておけばその旅行の思い出とかをですね、余すことなくですね収録してということができますので、結構楽しいんじゃないかなと思います。詳しくはこちらの、ね、レビューも出してますのでチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じでゴールデンウィーク特集ということで、今年のね上半期1月から4月までの神ガジェットということで、まとめてみました。気になるものがあった方はぜひ参考にしてみてください。ちなみに全部の商品ですねそれぞれレビュー動画アップしてますのでよければね動画も見てみて検討していただければと思います。ということで今日こんな感じで以上になります。この方は高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。